農水省に届いていた脅迫文だが、同じものが先ほど内務省でも確認された。だがこの一件、軍は内部の問題として東北自治区への警察庁の介入を拒否しておる。また縄張り争いか。くだらねえメンツにこだわりやがって。蓋をしておきたい事実というものがあるのだろう。地下施設への入り口を探し出し、そこにある何かを突き止めるんだ。何かって何をです？何かだ。もうちょっと静かに来れねえのかよ。任務遂行中なんだぜ。戦闘中の緊張を少しでも和らげようという心遣いというやつですよ。孤独で寂しい中、知人に名前を呼ばれると気が和むという心理状態を思ったかってのことなんですけど。そんな気分じゃねえんだよ。おへっ。ほら、祭りと勘違いして集まってきやがったじゃねえか。行くぜ、立ちこま。地祭りってやつですね。違うよ。軍が部隊派遣を決定した。それを受けて花巻駐屯地よりレンジャーが出撃。軍は我々に対し、着陸時の安全を確保するため演習場の制圧を要請してきている。それまで高みの見物か。この際だ、軍に貸しを作っておく。仕方ねえな。バトさん、ガンガン行きましょう。火の粉が自分に降りかかると分かって慌てて火を消しに来たな。来るならもっと早く来やがれっての。鬼ヤンマ、こんなもんまで持ってやがったのか。くそ、
次から次へと